うどんナポリタン。卵卵卵ふふ。エッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザーです。本日作るのはこちら、うどんでナポリタン。普通にパスタで作っても美味しい。でもパスタじゃ男はそれだけじゃ腹にたまんない、もっと食いたい、そんな時に作るのがこのうどんナポリタン。パスタ茹でるのもめんどくさいけど、この冷凍うどんであればチンしてそれで終わり。はい、じゃまずチンする。その間にやることはこの使うもの、玉ねぎとソーセージ、他に行く本当はマッシュルームとかいろいろ必要かもしんないけど、マッシュルーム、ピーマンなんかは男の料理に必要ない。必要なものは玉ねぎとソーセージだけでいい。ソーセージはね、そんな大きく切らない方がいい。玉ねぎをみじん切り。玉ねぎを炒めたいと思います。玉ねぎはバターでしっかり炒める。換気扇もつける。換気扇つけないとな、部屋中臭くなるから、あんなクソガキども、親に怒られるぞ。先に油ちょっと入れて、やっぱね、男は料理の一つや二つね、女にモテるためじゃなくて、自分が食いたいものを食いたい時に食うためのね、手段として料理ぐらいはできなきゃまずい。あとこの間このなんていうの、フライ返しこれがすごいうまいとか言ってたけど、こんなん誰だってできるから。いつかね、バイトする機会があったら、あの時給の高いバイトもいいんだけど、一回ね、居酒屋とかの料理のバイトした方がいいかもしれないね。今ソーセージ投入。ソーセージはね、たった2本しか使ってない。こっからが違うんだけど、炒めたじゃん、玉ねぎとソーセージ。普通はここでうどん入れて最後にケチャップなんだよ。でも俺はね、これタイ名犬の3代目の人が言ってたんだけど、テレビでオムライスの時にご飯入れる前に先にケチャップ入れろって言ってたの。なぜならケチャップを先に入れて酸味を飛ばすことが重要だって。ここでガーリックを少々、クレイジーソルトを少々、ブラックペッパーも少々、隠し味この一味唐辛子をちょびっと入れる。醤油をね、軽く入れてみる。これはただの挑戦。ここでとうとう、うどんを投入。ちゃんとこう混ぜて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 返す返す、混ぜてあげてから返す、混ぜてあげてから返す。うん、いい感じになってきた。でもやっぱ母親の味っていいよね。お母さんが作る味ってやっぱ何者にも変えられない。だからおい、引きこもりのクソガキどもよ、床どんどんしてねえでよ、母ちゃんにいただきますってちゃんと顔を見せて飯食えな。はい、終わり。はい、完成。はい、ということで完成しました。こちらがエッグヤザー力作、うどんナポリタン。色合いが悪いから最後に青ネギも乗っけて、まあ醤油も入れたし和風だからね。そして粉チーズをかけました。それじゃあこちらいただきます。おいしそう。おいい感じ、いい感じだ。いただきます。うん、やっぱねケチャップ先にちゃんと炒めてるから酸味が飛んですんごく甘いのよ。トマトのいい甘さ。うん、うまい。玉ねぎがさ、柔らかいのよこれ。うん、俺硬い玉ねぎ嫌いだからさ。うどんもいい感じで馴染んでるよ。うまい。ごちそうさまでした。あー、うまかった。お前ら引きこもりのガキどもも自分でさ作ってみろ、こういうの。マジでうまい。平らげた。うまかった。それじゃあみんなもこうやって作ってくれよ。